ああ、久しぶりですね。久しぶりですね、お便り会。お便り会。はい。もうこれは感動のフィナーレを迎えたもんだと思われてました。終わっちゃったと思われてました。ね、いや、でもね、皆さんからね、投稿とかが来まして。ああ、うん、ちょっと持ち直したと。そうです、持ち直しました。レターフロムアトラスっていう音がね、うんうん、ゲタフロムアトラスって聞こえちゃって。ダメですか。ゲタフロ、ゲタ鼻のコーナーかなと。そういう方もいらっしゃいましたか。誰の発音が悪いんですか。ゲターフローバー。私ですか。いやもう今月忙しかったですよ。忙しかったですね。いや本当俺、ね、事務所いなかったじゃないですか。いないですよ。でなんかハッと気がついたらねなんかラジオに出てたり、ハッと気がついたら、うん、デイブフロムチャンネルですか。ああデイブフロム。出てたりとかあれって思いましたよ。はい、階段グランプリに出ましたよ。そうですね、はい、復活した階段グランプリの審査員されたんです ね。もうゾンビ番組で、はい、終わったはずの番組、終わったはずなはずで終わったはずが、はいはい、墓場から蘇ってきました。蘇って復活しました ね。はい、もうあの、ね、私 TVer の方でね、視聴させていただきまして。 TVer だとなんか俺ちゃんと喋ってますか、うん、ちゃんとあれとね、最後のなんかまとめみたいなのじゃなかったですか、うん。いや全然喋ってない。あれ、はい、寸評とか。寸評とかあったんですか。あれ、私なんか見方があれかな、なんか、階段のね、演者さんの話をひたすらね、次々と聞いていったんですけれども。うん、いや、審査員の審査はすっとばか、うん、すっとばかしてるんですか。すっとばか、ありました、そんなの。一番最後の最後だけじゃなくって。もう一話一話。一話一話あったんですか、うん、決勝に残った4人は。はい。一話一話みんな感じました。あれ、じゃあちょっと違う。なんかすっ飛ばしてあったかな。ひどいなぁ。TVer はあのね、まだ1週間ぐらい、まだね、放送。いや、確認したら9月7日まで OK。9月7日までやっている。あ、まだまだ OK ですよ。あ、本当に。じゃあちょっとね、まだ見てないね、方は。結構ね、あの、予選から見れますから。はい。ね、これは結構面白いと思います。そうですね、予選から。はい。だから、あの、私のね、知らない方とかもね、新しく発掘したかなっていう感じですか、うん、いや、この人上手だしって思ったりもしましたからね。それでね、ね、うん、はい。意外な人物が優勝したという。意外だったですか。意外でしたね。意外でしたか。俺意外と、はい、あれ優勝するかなと思ってね。まあ、それは、うん、お話の好みとかにもね、よるんじゃないですかね。そうですね。はい。うん、ということでね、怪談グランプリ、TVer で、放送してますね。それで、その後ね、うん、あの、はい、ベイ FM のね、はい。番組出まして。番組名は？ど忘れしちゃった？今週はず。今週はず。今週あったことって英語ですね。はい。に出ました。出まして。で、相手の方が、翔太郎さん。翔太郎さんですね。はい。春風亭？違いますよ。え？間違えちゃった。違いました。それはまた、FM 東京です。はい。はい。ややこしいんですから、ね。はい。ベイエフェムは、声優の翔太郎さんです。はい、声優の翔太郎さん。うん、そうですか。あ、うん、そうですね。その落語家の方は、なんとかのすけさんとか、そういう名前でしたね。なんか一之助さん。ごちゃごちゃになっちゃいましたけどね。その後、うん、山崎。山崎玲奈さん。玲奈さん。はい。あの、うん、甥っ子が2歳もらってくれっていう。名前入れないとダメなんですよ。名前入れないといけないんですよ。そうそう、うん。名前入れないと転売されちゃうから。転売されちゃいますからね。だから、しょうがないから、ね、中澤武史とかね。はい。で私の名前言わないです。これで、ね、ほにゃらら、あなたの本名を。そう、だから私の名前が書かれた色紙を、甥っ子にプレゼントする。俺聞かれましたもん。この、ほにゃららって人は何者ですか、うん、何者ですか。あ、請求書作ってる人です。まあ、わかりやすいですね。ねえ。はい、経理でね、請求書などを作っている。作ってる人です、はい。はい。またね、請求書をね、送らせていただきます。それでその後ね、うん、はい、あの春風亭一之輔師匠の番組に朝から、はい、すごい朝ですよね。朝6時半入りですよ。6時半入り、はい、6時半入りだと、うん、俺のまあ某所にある、はい、自宅からだと到底間に合わない、はい、だから泊まりましたよ。あ、泊まりましたか。近くの、はい、あ、よかったですね。ところに泊まって、はい、それ行きましたけどね、はい、だからその後は
デイブ・フロムショー。デイブ・フロムショー。はい。だから今月は忙しかったですね。ねえ、めちゃめちゃ忙しくって。だからね、あの、アトラスラジオもなんかインタビュー会とか多くて、しかもね、うん、あの、私やニューマさんやリエさんが、こう、代わり番号に出てきて、うん、山口先生どうされちゃったんだろうと。死んだんじゃないかな。死んでない。死んだ死んでないですよ。どっかで行き倒れになって死んでる。いや、そう。私はそうなんです。行き倒れになってるかもしれない。いや、階段グランプの時に、ね、リエさんが、別の駅名を教えて、はい、しまって、しまったと思った奥さんに電話して、はい、この場所に来るように行ってくださいって言ったら、はい、かみさんがそういうふうに伝えてくれたんだけど、はい、その駅名は、かみさんが最初行ってた駅名で、はい、はいはいって聞いときながら、はい、間違えてるな、こいつと思ってた。リエさんが言ってるのは本当だなと思って行ったら誰もいないんですよ。はい。しょうがない、タクシー拾いましたよ。はい。で、ね、正しい場所に行き着くことができた。できましたね。良かったですよ、うん、それは。そうなんです、それでですね、まあだから途中で行き倒れになってるんじゃないか。そう、だから、あの、山口先生がいらっしゃらないっていう連絡が入って。バカですか。本当に。だから、あのね、本当に行き倒れになっている方っていうのがね、いたことがあったんですよ。うん、だから、もう、もしかして山口先生も行き倒れかもと思って、すごく心配して。僕はね、うん、あの、追い込まれたら強いんですよ。そうですか、だから。ハードワークになればなるほど強くなる。強いんですね、うん。よかったですよ。ハーリーレースと言われてますか。え？ハーリーレース。ハーリーレース知らないんですか。知らないんです。NWA 王者に何度も。知らない、知らないです。ハーリーレース。はい。ヘッドバットするとき、カッてて、ヘッドバットする。知らないですよ。知ってるでしょ？知りません。ジャイアント馬場との名勝負の数々。知りません。いやもうね、はい、俺はね、弱ってからが強いんですよ。あ、それはいいことですね。逆境に強い。だから俺、今生き生きしてるでしょ？今生き生きしてますね。あの、もう忙しすぎて頭おかしくなってますから。そうそう、みんな頭おかしくなってますよ。暑さと忙しさで、ね。どうなるんですかね、これ。はい。ということで、早くね、秋が訪れたらいいなと。思いますね。昨日は太郎ちゃんと僕一緒に寝ましたよ。はい。いつも一緒に寝てんだけど、はい。あの、室温問題。室温ね。はい。室温が28度以下にならないから、うん、はい。27度に設定するのが俺一番寝れるんですよ。はい。寒いぐらい、ちょっと寒いぐらい寝れるんですよ。はい。まあ、そしたらもう27度だと風邪ひいちゃうからと。はい。言われて、別の部屋で寝るようにしたんですよ。はい。俺だけ。はい。そしたらね、昨日太郎が訪ねてきて。はい。訪ねてきて。お父さんって入ってきて、よちよちって、うんうん、小鶴狼で寝ましたよ。それでね、太郎ちゃんの体温でね、ますます暑くなっちゃったんじゃないですか。いや、だからちょっと話しながらね。そうそう。はい。ね、もう、きなこはかみさんと、きなこと、クロはかみさんと一緒に抱っこしながら寝てましたね。はい、ね、本当に夏の夜は寝苦しくてね、私なんかね、18度で寝てますけどね。いや、もう死んじゃいますね。冷房があんまり効いてないのかなと。ね、18度はちょっと低すぎるでしょ。ちょっとね、寒くなったらね、除湿に変えてっていう感じですね。うん、そのまま冷凍保存されそうな、ね、体温ですよね。ね、本当にもうね、うん、朝やっとの思いで事務所にたどり着きますからね。あ、そうですか。はい。平子ら言いながら。もう本当にね、あの、首に、あれですよ、クールなんて、ネッククーラーっていうんですか、うん、あれもつけてるし、こう、氷がいっぱい。はい、入った中にジュースを入れて飲みながら来て、うん、やっと来ますよ。ねえ、本当、はい。そうするとね、植物たちが結構ね、あの、干からびてやってる系でですね。いや、もうだってこれは当然ですよ、これ。はい、そうですね。干からびますよね。干からびますね。はい、ということで、はい、結構前置きが長くなってしまいましたが、はい、はい、はい、ではね、お便り久しぶりに行きますよ。はい。はいはい、アトラスラジオ様、はい、ビンタロウ先生、アイムさん、リエさん、ニューマさん、こんばんは、うん、フランシスです。フランシスさんですよ。 あのね、高知のね、あれですよ、大学の先生でしたかね。あ、そうですね。今回はあの水道橋博士の自宅にオーブを発見しましたので、お便りさせていただきます。博士の、はい、水道橋博士は昨年頃高円寺から鷺宮に引っ越しをされました。そして金剛さん、若林さんといった謎の若者を引き連れてブラブラしているため、鷺宮の怪物くんと呼ばれていると博士ご本人がおっしゃっています。
そんな博士が先日自宅で YouTube の生配信をされていました、うん、いつもの金剛さん若林さんに加えドルフィンソングのミキさんを交え男誰ですか誰ですかなんでちょっと私もよくわかんないんですけどねミキさんを交え男4人でうだうだ喋っていました、うん、そして深夜1時頃でしょうか宴が終わろうとした頃ほんの一瞬オーブらしき霊的なものが画面の左から右上へ高速でシャッと通り抜けました。動画で1時間54分33秒の場面です、うん。長時間のうだうだした配信のため、おそらくほとんどの人は気づいていないように思われます。うん、とはいえ、水道橋博士の新居にオーブが出た。というショッキングな出来事ですのでお便りさせていただきました、うん、あまりにも高速のため何度も何度もスクショを試みてようやく写真として収めることができましたので画像をお送りさせていただきます、うん、これはどんな霊的な意味のあるオーブでしょうかもしよろしければオーブを鑑定していただけたらと思いますアーリーさんの出番かそうですあの実はねアーリーさんにあの心霊写真鑑定でも大量に心霊写真を送りつけて、うん、でアーリーさんの鑑定の嫌がらせに近いもんいや本当に私自分で嫌がらせをしているかのように、うんうん、大量に送りつけてしまいまして壊れるパソコンが壊れるってあのねあの本物の心霊写真の時は全部調子悪くなったって聞きましたねうん、あのスマホからあと電車、うん、電車にねちょうど乗り換えを知りたかったのにそれがスマホがダメになってわからなくなっちゃったとか聞きましたよ今回はね何かあったでしょうかね、うん、でもちょうどね送っちゃったところでもう追加で見ていただけたら追加でアーリンさんにまた無理を言って見ていただこうかなと、うん、はい思います。なるほど。はい。水道橋博士は、水道橋博士をゲストでお呼びしたり、ビンタロウ先生とコラボされたら楽しそうだなと、フランシスは妄想しております。高いよ。水道橋博士、高い。呼ぶのが高い。あの、ギャラが高いと思うよ、うん。どこかにね、所属されてる方とかはね、そういう風になってしまうんですよね。いや、どこか所属してたかな、うん、してなかったかのような気がするけど。はい。うん、なかなかの有名人の方はね、高いですよね。まあ、そこまで親しくないからね。はい。うん、まあ、面識はあるけど。はい。うん、はい。それでは、皆様、猛暑が続きますが、お体にご自愛ください。失礼いたします、うん。はい。でね、補足。添付させていただいたオーブの写真は、2枚とも同じものです。わかりやすいように1枚はオーブを囲ったり、文字を入れました。あります。あります。あの、上に持ってくればよかったですね。で、こちらの方をね、紹介させていただこうと思います。あ、じゃあ、うん、この画面には入ってるわけ、ね、画面には出しますね。ビンタロウ先生と水道橋博士のコラボ、ゲストを希望します。水道橋博士も竹内義和さんと親交が深く、アワーズルームでもトークライブをされていますので、ビンタロウ先生のことはアワーズルーム仲間だと、水道橋博士は思っていると思われます。いや、あの、高人の、うん、そこまで、高人のノーマネーとかね、はい、ビート高人の超常現象スペシャルとか、はい共演は何度かしてるんですけど。あ、そうなんですね。はい。でもまあ、うん、そこまで親しく口聞いた記憶はないんだけどね。はい。うん、はい。でもね、コラボしたら面白そうですね。大月さんと俺との対談の時に、うん、はい。大月さんが対談本を、はい。博士に読まして、はい。博士が読んで、はい。俺のことをクレバーな人だなって。はい。あ、クレバーな人と言われたんですね。言ってくれたから。よかったです。まあ、単なる盲信者とは思ってないと思うんだよ。はい。狂った人じゃなくて、クレバーな人と言われて、よかったです、ね。狂ってないですよ。狂ってたらこんな経営とかできないですよ。それそうですよ。もうちょっと、もうね、冗談、ちょっと、冗談ですからね、そんな。冗談でしょ冗談ですよ。当たり前じゃないですか。はい、ということでね、フランシスさんどうもありがとうございました。フランシスさんね、おしゃれな方なんですよね、なんか、ファッションとかもね。はい。フランシスさんですか？フランシスさん、はい。フランス系？フランス系じゃなくて日本人ですよ。いや、日本人だけど、はい。なんかあの、ボンス、フランス映画好きですわとか言って、なんか、フランスのファッションに身を包んでるようなイメージがあるんだけど。そうそうそう、うん。おしゃれな方なんですよ。はい。ということでね、ありがとうございました。はい。はい。次のお便りですね。はい。
はい、こちら、山口ビンビン太郎先生、アイブさん、ピンクロータリーさん、ニマさんって言うのかな、ニューマさん、荷物の荷に馬さん、皆様こんばんは。もうね、この始まりでね、誰だか誰か分かってしまいますけれどもね、愛のあるエロは地球を救うでおなじみのトマトントンです。そうだね、トマトントン、ね、なんか違うハンドルもあったなと思いつつ、あ、誰も知らないか、そりゃそうだ、初めて言ったからふざけてすみません。皆さん、もう暑さで頭がね、こういう、ちょっと、いかれてしまってるかも。うん、そうね、だいぶおかしい。許します。許しますよ。はい、さて、本日は不思議なお話を聞いてくださいませ。私は、M 氏。これ、言わないでね、って、うん。M 氏。出身で高校を卒業するまで生活しておりました。住んでいたところは山々に囲まれたのどかな里山です。今でも美しい風景はそのままで、ゆっくりと時間が流れているといった感じの村です。ご近所の人たちは家族みたいに接してくださり、心の優しい良い人たちばかりで、こんな素敵な環境で生活できたことが幸せで感謝しかありません。こんなのどかな村なのですが、昭和36年になんと騒動が起きたのだそうです。このお話は私が小学生の頃に母と近所のおばちゃんから秋祭りの日に聞いたものです。強烈に頭に残っております。騒動が起きたその日は、お祭りに使う太鼓が川の張り替え修理を終えて神社に帰ってきた日だったそうなのですが、その日の夕方頃、畑仕事をしていたおばちゃんは火の玉を見たのだそうです。この当時はお亡くなりになられた方は土葬で埋葬されており、お墓の近くでは火の玉が目撃されていたそうです。現在では火の玉は科学的に証明されている現象らしいですね。私の父も見たことあるよと言っていたので、あまり珍しいことではなかったようです。ちなみにおばちゃんが見た火の玉は修理から帰ってきた小太鼓の大きさだったよと言っていたので、直径60センチくらいと考えられます。形は光の玉なので不明とのことです。うん、金玉って書いて読んじゃったんですよ、のような。読んじゃいましたね。金玉ってそんなに不祥しなくていいです。そんなに好きなんですか。いや、違います、やめてくださいね。金玉願望あるんですか。いや、その話は広げなくていいですけど、のような形なのではと推測しております。根拠はありません。私はエロいのでエロく考えたのかもしれません。うん、でもね、この直径60センチって結構大きい火の玉ですね。このくらいじゃないかな、60だ、このね、直径60センチの火の玉、うんうん、そうだね、大きいですよね。はい、話を戻します。その火の玉をおばちゃんは目撃したらしいのですが、ふとおばちゃんは疑問に思ったそうです。火の玉が出現しているのはお墓の方向ではないということ。すぐ消えるはずの火の玉が消えないこと。何より火の玉が虹色に輝いていて、美しく今まで見たことのないもので、火の玉ではないのではということ。を疑問に思ったと言っていました。うん、後になって分かったことらしいのですが、その日は畑作業をしていた人は多く、多数の人たちが目撃していたそうです。うん、今思えば火の玉は無音なのに皆が気づいたということは、非常に明るく輝いていたからだと思うよとおばちゃんは言っていましたが、他の人たちが火の玉の存在になぜ気づいたのかは不明です。うん、しばらくすると美しく光り輝く虹色の火の玉に釘付けになっていたおばちゃんは、虹色の火の玉がゆっくり動いていることに気づき、その移動している方向が私のお家の方向だったらしいのです。虹色とはいえ疑いながらも火の玉と思っているおばちゃんは、なぜか私のお家に火の玉が衝突し燃えると思ったそうで、知らせないとと思い、慌ててご自分のお家に帰ってお電話をかけてくださったそうです。その時のことを母は、虹色の綺麗な火の玉が向かってきている、火事になる、意味不明ながらも母は外に出てみると何もなかったそうで、虹色の火の玉も見えず、火災も起こっておらず、クエスチョンだらけだったとのことです。
その後、騒動になっていたので、村の人は集会所に集まったそうです。そうすると、虹色の火の玉を見た人が多数いることが分かり、おばちゃんは虹色の火の玉の行方が知りたくて、見た人に聞いてみたらしいのですが、最後まで虹色の火の玉の行方を見た村の人によると、確かに私のお家に虹色の火の玉は向かっていったそうなのですが、お家の上、お家の上空あたりでピタリと止まり、数秒後に突如消えたそうです。村の人たちは話し合いをし、あれは火の玉ではない、神様だと結論付けたとのことです。太鼓の修理が終わり、神社に太鼓が帰ってきたことを神様が喜んでくださって、氏子の前にお姿を現してくださり、当時、氏子のお世話係、お世話役だった私のお家にお越しになられたと結論付けたそうです。想像力の豊かさにびっくりですね。なぜそういう考え方をしたのかというと、昔、日清戦争、日露戦争の時、神社から火の玉が出現し、空高く舞い上がり飛んでいったことがあったそうで、神様が出兵されたのだという言い伝えを前例にして、光る玉イコール神様と紐づけて考えたかと思われます。これは私の推測なのですがね。不思議なお話ですが、私はこのお話は本当にあった UFO 目撃情報だと考えております。130年も前から私の村では UFO が出現していたのかと思うとワクワクします。そして起こった事象は事実だと信じております。なぜなら後に私も UFO を見ることになるからです。またその後には村さん、近光さんと私の見た UFO についてお話をさせていただいたこともあります。ごめんなさい、急に眠くなりました。そのお話はまた後日のお便りとさせてくださいませ、本日はお便りを読んでいただき誠にありがとうございました。おやすみなさい、ということでね、これ火の玉のお話だったのがいつの間にか UFO のお話に、なってしまいました。でも私ね、読んでる途中でね、もう本当に火の玉というよりなんか UFO っぽいなと思いながら読んでいました、日露戦争の時に火の玉なんか飛んでいったってよくあるんですよ、他の村でもいっぱいありますから、日露戦争は神仏妖怪が全部総動員して勝った戦争だっていう言われますよね。はい、そうですね。なんかあの先生のところの神社でもなんだっけ、天狗が助けてくれたみたいなお話もね、おばあちゃんが逃げた、ありますよね。逃げたところ、これ本当に不思議なお話ですね。神様がね、そうやって助けてくださったというのは本当にありがたいお話ですしね。そうですね。はい、ということでトマトントンさん、どうもありがとうございました。はい、はい、ではね、次のお便り、はい、こちらはですね、どなたからですかね、ビートナイトさん、ビートナイトさんからのお便り、今までは有料カンテレ動画かファミリー劇場、今の機会は再放送でしか見れなかった2009や東高階段2011が見れますね。ビンタロウさんが立ち上げた階段グランプリ、歴史を感じますね。今の怪談師、怪談家を輩出している原点でしょうね。ありがとうございます。素晴らしいですね。というね、ご意見。2009年から怪談グランプリ始まって、はい。2011年は震災があった直後なんで、はい。不謹慎だろうということになって、はい。東高怪談に変わったんですよ。東高怪談。1年だけ。はい。あとの年はずっと怪談グランプリ。怪談グランプリですね。はい。ということでね、そうですよね。今のね、怪談師とか怪談家、ね、最初はこう、無名から始まるわけでね。そうですね。いろいろ積み重ねていくうちに。僕が始めたんですけどね。そうですね。知らない奴らが偉そうに言ってますけどね。はい。俺の悪口言ってる奴が自分で自分のこと怪談師って言ってるから、俺の手のひらで踊ってるなっていうのがわかりますけどね。はい。そうですね。タートルカンパニーから出ていった怪談師もたくさんいらっしゃるので。もう出ていった奴もいっぱいいますよ。ね、有名になって、人気者になったらいいなと。思います。いや、辞めた人はそこまで人気者にならない。辞めた人はね、だから今は続けてる人ですよ。いや、辞めた人が結構いい、都市ボーイズとか、ファンキー中村、はい、牛崎千佳とかね、そうそうたるメンバーいるんですよ。辞めた人はね、はい。辞めた人はもうその方のご活躍でね、有名になっていく。ご自分の頑張りでやってます。ご自分で頑張って。なのでね、こちら、タートルカンパニーに所属している方は、こちらでも応援してあげたいなと。
思いますし、うん、ね、アトラスラジオとかを聞いてくださってる方も、ぜひ。まあ、静かなでは漫画原作者になりましたからね。あ、そうなんですね。うん、まあ、それぞれ道を行くんですよね。それぞれの道をね。で、あとでね、お知らせしますけど、こちらも中野女流怪談というイベントがね、近々。うまいつないだ。つなぎました。ということでね、またこれ、ちゃんとした告知、この後にさせていただきまして、ね、はい、お便りはこれで終わりです。ぜひ面白かったっていう人は高評価お願いします。そうですね、ぜひいいねボタンを押していただければと思います。いいねボタンを押してもらうと、結構、評価高いんですね。はい。